はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の数学 X について解くについてお送りします。でですね、最初に謝ることがあるんですが、前回の動画をね、もし見てくれてる子がいるとあれって思うと思うんだよ。実は前回の最後ね、次の動画は文章題利用が始まるよっていう話をしました。で、本当はその予定だったんですけど、利用をやってね、結構シリーズで何本か撮って最後にこれを入れるつもりだったんだけど、ちょっとね、こっちを先にやった方がいいだろうと思って急遽変えました。なので、ね、前回の動画の最後で言ったこととちょっとずれてるんですが、先にこっちをやらせてください。お願いします。で、ここはですね、問題が1番から9番まであります。もうこのほにゃららについて解くっていう問題だけですね。できるぜって思う子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、俺の方はね、早速1番から説明始めていきますので、このタイプの問題は絶対出ます、テストで。そして、受験とか、そのね、みんなが住んでるところに模試みたいのがあるんだったら、そういうのでもちょこちょこ見る問題なのでね、ぜひやり方を覚えてできるようになってみてください。それじゃあ、早速ね、1番から始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあね、ポイントからいきましょうか。で、今回ね、ここの問題もそうなんだけど、X について解きなさいとかね、Y について解きなさいみたいな感じで、ある文字について解きなさいっていう問題の時は、ほにゃららという形で答えればいいんです。最後のゴールだよね。で、今回 X について聞かれたら、最終的に X はほにゃららって形にすれば OK です。いいね。つまり、左側にその文字だけしか残しちゃいけない。何もついちゃいけないの。X だけ。だから、もし Y について解きなさいって言われたら、 Y はほにゃららなんだよ。いいね。そういう風に答えるってことをまず頭に入れてください。いい？で、問題いきます。で、今回は括弧内の文字について解こうであります。おそらく学校のテストとかで見るのもこのタイプが多い。いいね。で、括弧内の文字、つまりこれ2番だったら X について解きます。3番は Y について解く。7番だったら B について解きます。いいね。では、もうやることは全部同じなんですけど、いろんな技を使います。ここいいね。一問一問やっていきますんで、どうぞお付き合いください。では2番から X プラス 2y イコール5で X について解きたいんだよ。つまり左側にね、左辺に X しか残しちゃいけないってことは、お前さん、プラス 2y 邪魔ですけどっていう話なんだよね。いい？左側、移項の左にこの子だけ残したいから、じゃあ、プラス 2y、右の方に移行してもらっていいですか？ってことで、この子を右に移行させます。そうすると、左に残るのは、x だけが残るね。で、右、これがこっちに来るとマイナスになるから、マイナス 2y。で、もともといるこの子、プラス 5。ってやると、ちゃんと左が x だけになったでしょ。だから、これで丸になります。いい？これが答えだからね。いいかな？次。x-y イコール12。そして、y について解きます。だから、左側を y だけにしたい。ってことは、今度はこの子が邪魔だね。x が。じゃあ、x を右に移行させると、こっちに残るのはマイナス y が残るね。で、右に行くとマイナス x、 そしてもともといたプラス12になります。で、気をつけなきゃいけないのは、よくここで止める子が出てきます。でもダメです。なぜかって、余計なもんがついちゃいけないの。いい？マイナス邪魔っすってなったら、いきますよ。マイナスが邪魔な時は全部の符号を一気に変えます。なんで変えるかって、マイナス1を全部にかけてるんだけどね。全部一緒に変えるから、ここが変わる。ここも変わって x になる。ここも変わってマイナス12になる。そして、これで答えになります。いいね。余計なもんつけないようにね。で、次です。2x-4y イコール3、x について解きます。つまり邪魔なのはマイナス 4y がね、ちょっと移行してほしいね。じゃあ、あなたそっちに行ってってことで、左に残るのが 2x だけですね。右移行するので 4y プラス3と
なります。いいかな。で、やっぱり2が邪魔なんだよね。余計なものはつけちゃいけねえ。だから2を消したいんだけど、どうするかっていうと、これイメージは2を消すので、かける2分の1をすると、このイメージです。いいね。そうすると消えるでしょ。で、ここ消えると、ちょっと待って、こっち行くぜ。 x になるよね。2が消えるから、その代わりこれをしたいんだったら全部にそれをします。ちゃんとかける2分の1をね。いい、不公平にしちゃダメだよ。全部にする。だから 4y に2分の1をかければ、ごめん、約分しちゃえば2y になる。プラス3に2分の1かけると約分できないので、そのままちゃんとつけて2分の3ってして、これで正解になります。いいかな。数字が邪魔ならそれで割れよっていう感じ。いい。で、マイナスが邪魔ならマイナス全部符号変えちゃいなよっていう、まず技ね。いいかな。ではだんだんね、レベルが上がっていきますけど、5番いきましょうか。C イコール3括弧 A プラス B、 そして A について解きます。で、まずね、こっちの右側でほとんど使うんですけど、今 A が右にいるじゃんか。その時ね、最初からその文字が左にいた方が解きやすいんだよ、移行する時に。なので一番ね、よく使う技は右辺と左辺を丸々入れ替えます。いい、何もいじらずに。今右辺でこれ、左辺これだから、丸々入れ替えると、こうなるよね。で、この丸々入れ替えるときは符号を変えなくていいんです。普通移行って符号変えるでしょ。でも丸々のときはこのまんまでいい。これよく使うから覚えときなね。で、三括弧 A 足す B で A だけ残したいんだよね。で、いろいろ邪魔なのがいるんだけど、まずこの3を消します。特に括弧があるときは3邪魔なんで。どう消すか、さっきと同じです。3が邪魔なんだから3分の1をかけます。そうすると消える。これ、ね、ここするとね、消えるから残るのが A 足す B になります。括弧取っちゃっていいからね。で、その代わりこっちも3分の1かけるから3分の C になる。いい。ここまで1個まず技ね。括弧の前についている数字を先に消しやがれっていうことだね。で、 A を残したいから邪魔なのはこのプラス B、 つまり移行して A イコール、移行するからマイナス B プラス3分の C と、こういう風になります。いいかな。そして6番です。V イコール πr 二乗 h っていうね、これに h について解きます。いいかな。で、ね、見てわかるように、このところは、このところというか、このほにゃららについて解くっていう問題はね、いろんな問題使い、あの問題じゃない、いろんな文字を使います。ごめんね、間違っちゃった。いいかな。だから V 使ったり、まあ M 使ったり S 使ったり、いろいろ出てくるんだけど、まあ気にせず普通にやっちゃってください。ではまずね、この H にやりたいんだけど、あいつがね、右にいるので、まず全部入れ替えをやっちゃいましょう。で、書き直して πr 二乗 h イコール v だね。で、丁寧な人はですね、一個ずつやっていくんですけど、俺一気に仕留めます、この問題で。どうやるかっていうと、残したいの h じゃん。ってことは邪魔なのは πr 二乗なんだよ。で、ここですげえ注意してほしいことがあって、これの時の邪魔とこれの時の邪魔は邪魔の意味がちょっと変わります。どういうことかっていうとね、こっちはプラス 2y なんで移行ができる邪魔者なんだよ。だから移行すればいいね。プラスって移行できるでしょ。でもこいつは h に掛け算でくっついちゃってるんで、これ移行できないからね。これよくやります、ミスとして、気をつけてね。で、どうやって邪魔を消すかというと、やっぱりくっついちゃってるやつ、これもそうね、くっついちゃってるやつは掛け算とか割り算で消すしかないので、 πr 二乗が邪魔なんだから、これ πr 二乗分の1で掛けます。2が邪魔だから2分の1を掛けるのと一緒。
πr2 乗が邪魔なんだから πr2 乗分の1をかける。そうすると全部約分されて消えるから、いいね、これが大事。いい。そうすると右側にも同じものをかけるでしょ。ちょいちょい書いとこうか。 πr2 乗分の1だよね。でこっちは全部消えるから残るのが h だけになります。でこっちは下に πr2 乗が来るよね。で上に v が残ってるから v、 すごい変な形がするけどこれが答えです。 h イコール πr2 乗分の v です。いいね。この邪魔者の消し方2パターンあるから気をつけるんだよ。ではならば 3m イコール2分の a たす b です。で b について解きたいんでまたお前右かよ、だから全部入れ替えを先にしちゃいましょう。書き直して、2分の a たす b イコール 3m です。でまず何からするか、やっぱりですね、どこだっけな、あ、ないや、なんでもないです。分数が邪魔なので分数を先に消しに行きたいんだよね。でこの2を消すにはかける2をすれば消えます。いいかな、ちょっと書いてね、かける2です。ここ約分して消えるでしょ。だからこっちにもかける2をしてください。絶対に平等にする、右と左は。いい。でここ約分で消えるからこいつら落ちてきて、普通カッコつけるんだけど今回ね何も数字が残んないんでカッコつけずにこのまま OK です。で右側は計算すると 6m になるよね。でこうくれば B についておきたい、あ、 A が邪魔だなって。でこの邪魔のパターンは移行ができるでしょ。なので移行させてあげて B イコール 6m マイナス A とこうなって終わりです。ここのプラスは書かなくていいからね、どうせプラス書かなくて大丈夫だからさ。いいかな、こうやって分数が先にいるなら分数を消しに行きましょう。では8番、これは6番の進化形です。 v イコール3分の 1πr2 乗 h です、ね、さっきの問題に3分の1がついただけなんですけど、この変化だけで解けなくなります。みんないくよ。でさっきと同じでね、 h がまた右にいるんで全部入れ替えを先にやりましょう。でちょっと書き直すね。3分の 1πr2 乗 h イコール v だよね。でここも本当は一発で仕留められるんだけど、ちょっと段階を踏みます、分かりやすくするために。で何をするか、やっぱり分数が先に邪魔です。先にそこから倒します。で3が邪魔なので何かけるって言われたら3をかければいいんだよね。いいかい。でこっちにも3をかける。そうすると3が約分で消えるので πr2 乗 h イコール 3v となります。そしてここまで来たらこの πr2 乗 h が邪魔だから、これまたあれか、上と同じだね、 πr2 乗分の1をかけます。いいね。これをかけて、でこっちにもかける、2乗分の1。そうするとまとめて消えるから約分で、で残るのが h だけで、こっちは下に πr2 乗が来て上に 3v が来る。このねごちゃごちゃしてますけど h イコール πr2 乗分の 3v となります。いいかな。ちょっとね長くなりましたけどあと1個お願いします。9番、 s イコール2分のカッコ A たす B カッコ閉じ H で B について解きます、ね、明らかに一番めんどくさいですこいつが。でも今まで使ったね技だけでいくからやってみるよ。まず B がまた右にいるんでちょっとね書き直します。ここでいっか、2分の A たす B H イコール S です。でこの問題はちょっと分かるように段階踏んでまたやります。できる子はね一発で解けると思うので、なんとだめんどくせえことすんだよって思うかもしれないんですけど、ごめんお付き合いください。でまず邪魔なのは分数なんで2から、なのでかける2をします。こうやってね、ちょっとごめんねかぶっちゃう。で2を割って約分で消えるから
A たす B の H が残るね。で、右は 2S です。で、次に、括弧についている文字。まあ、数字もあったね、ここ。括弧についている数字を消したいね。邪魔なので。で、どうするかっていうと、ちょっとやりたくなったね。これは H 分の1をかけます。いい？そうすると H がこうやって約分で消えるからね。その代わりこっちもかける。そうすると H がなくなるので A たす B がやっと残る。で、ここ H 分の 2S になる。計算するとね。で、ここまでくればね、あとは B だけにしたいから A を移行して、こっちでいいか。B イコールH 分の 2S マイナス A とやって終わりになります。いいかな。これがホニャララについて解くっていう問題で、ここにある9問がね、ちゃんと意味を理解してできるようになったら、ほとんどのこのタイプの問題はもういけると思います。学校のテストぐらいだったらね、大丈夫なのでね、練習してできるようにしてみてください。これ喋りすぎてね、ちょっと声枯れちゃってますけど、じゃあ今回はね、中学校2年生の数学 X について解くについてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。ちょっと長くなっちゃってごめんね。で、次回こそ本当にね、利用を始めていきます。ちょっとシリーズで長くなると思いますけどね、テストで出るとこで特に苦手な子が多いと思うんでね、頑張って説明しますから、もしよかったらそっちも見てみてください。それじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。